疲れ様でした。部下よ、部下、部下、部下。うわぁ、とろけちゃったもんね。ジュワーって足だけ。日本のラーメン屋のチャーシューってくれジューシー。これこの油はね、合うでご飯とね。うわ、ヒーローダのハリニャックビキンコンテ様、レイオとカシワ、で、今日はですね、バリといえばこの食べ物を、はい、を食べていきたいと思います。知ってるよね、あれでしょ、うん、あれだわ、あれだよね、あれだわ、知らんな、なにということで、バリといえば、はい、バービーグリーンですね。はい、バービーグリーン、バービーって聞いたことない。豚、バービー、そう、豚なんです。で、なんでインドネシアなのに豚料理なのか、うんうん、なぜかというと、バリにはヒンドゥー教の人がめちゃくちゃ多いんですよ。はいはいはい、はい、でヒンドゥー教の人は牛がダメだけど豚は OK、ね、っていうので、昔からバリにはヒンドゥー教の人がたくさん住んでて、うん、バビグリーン、豚の料理がバリといえばの料理になりました。なるほど。ということで、ね、それをね、食べに来て思います。はい、なんですけど、その前に、うん、ちょっとさっきね、はい、この前にウォータースポーツの動画撮って、うん、喉が死んでて、ね、ちょっと甘いものでコーヒーとかもね飲みたいから、あー、いいね、ちょっとね、コーヒー屋さんに ね向かっていきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。レッツゴー。 OK guys、 じゃあリブダサンペディポイントコーヒー、ポイントコーヒーダン、ディスに来たマウミのローカルミルクインドネシアシリーズね、うん、潤しましょう。はい、レッツゴー。はい、ということですね、ポイントコーヒー到着。美味しそうじゃん。食べ物も結構あるんだ。そう、食べ物もあったり、サンドイッチとかもあったり、いいね、で、ドリンクもあって、で、ここのポイントコーヒーの、うん、なんていうんだろう、スペシャリティ、うんうん、何かっていうと、注文してからコーヒー入れてくれる。おー、飲み物作ってくれる。出来たての、そう、出来たてのやつが、出来たてのやつを、で、はい、このここで使ってるコーヒーの豆が、うん、100% インドネシアの豆らしい。おー、珍しいね。そう、うん、インドネシアのコーヒー飲んだことある？はい、ないか、うん、そう、インドネシアのコーヒーの特徴とかもちょっと分かると思う。で、かつプロフェッショナルのバリスタの人がちょっと豆引いてくれるから、うん、そうなんだ、相当うまいと思う。激うまい、これはすごいわ。よっしゃー、頼んでいきたいと思います。ね、ちゃんと豆とかがめちゃくちゃ綺麗に、超おしゃれ、サンドイッチとかもあるし。はい、ということですね、こっちは到着しました。ビコの名前が、カシワになってますね。カシワになってた。美味しかったね。で、まず、一個で紹介していくと、こちらがコピパンダンですね、はい、この中身は、まず牛乳、はい、あとパンダンっていう、はい、あの草の形の香辛料、緑色だね。あ、そうそうそう、この下に、下がね、緑色になってて、ね、でもそれがパンダン あの味なんだと思う。で、あと、エスプレッソショットが一つ入ってます。値段が3万ルピアだから、まあ、250円ぐらい。安っ、安いよね、安い。じゃあ次、これがエスロレンです。はいはい、エスロレン、中身は牛乳と、あとブラウンシュガー、うん、あとブラウンシュガーのこのジェリーみたいな形、はいはいはい、このジェリーみたいなやつがね、入ってるからおしゃれや。そうなんですよ、ね、おしゃれ、結構おしゃれだよね。で、最後、はい、こちらがですね、トームシュガーラテでございます。はいはいはい。で、これも、牛乳ベース、ブラウンシュガーで、こちらは、エスプレッソショットがダブルで入ってます。おー、だから、濃いの好きな、そう、コーヒーの味が濃いの好きな人はこれ、あー、いいね、頼んだ方がいいと。で、このエスロレンも、はい、これと一緒3万ルピアで、250円、うん、で、これは、2万5千ルピアだから220円ぐらい。うわ、安いよね、この量よ。そうね、すごいな。じゃあ、早速飲んでいきましょう。はい、あ、混ぜないと。そうね、一回混ぜて、はい、確かにブラウンシュガーのやつが下に溜まってるから、しっかり混ぜて、
ュッとシ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 ュッとよっしゃ行きましょう。エスローレン、はい、いただきたいと思います。フランシュがメインですね。うん、おいしい。うまい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 。うんうんうまいよね。うん、あーおいしい。どう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 、うまっ。うん、なんかこのブラウンシュガーのなんか味もそうだし、うん、あとなんていうのこのゼリーゼリーが入ってるから食感もあって、うん、で黒糖、あ黒糖、そうブラウンシュガー黒糖、そう黒糖黒糖黒糖、おいしい。甘すぎず、うん、そうさっぱり、そうさっぱりもしてめっちゃおいしい。うん、ゼリーがさっぱりめや。うん、じゃあ次がですね、はい、コピーパンダンエスプレッショワンショットのやつですね、うん、はい、じゃあいただきます。さあ、わあうまい。あーいいね。俺やっぱねコーヒー好きだから、あこれやっぱエスプレッショ入ってるやつが俺は結構好きだな。黒糖のやつももちろんうまかったけど、うまっ、めっちゃうまい。あんまっね、なんかね日本のうまいやつ。おー、めっちゃうまい。めっちゃうまい。なんか日本のカフェラテとかだったらさ、うんうん、まあ、ちょっと牛乳となんてエスプレッソショットだけだけど、ね、うん、これとパンダンのこのなんて甘さも入ってるから、うんうん、これがやっぱしコーヒーの苦みも引き立てね、こっちの癖になっちゃうな。めっちゃ美味しい。シンプルにコーヒーがうまくコーヒーうまいね。うめえ。やっぱねインドネシア産の現地の、うん、で、うん、バリスさんもねしっかりトレーニングされてますから、うん、機械もね、さっき俺が作る方法とか、うんうんうん、めちゃくちゃちゃんとやってたから新鮮って感じだね。そう、はい、じゃあこれ最後ですね。これ、はい、エスプレッソダブルショットのポームシュガーラテ、うん、いただきたいと思います。はい、あーおーい、おー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 、絶対うまいや。なんかシンプルですごい美味しいわ。さっきありがとうございました。ダメです。どうすか、めっちゃうまい。めっちゃうまいこれ。これこれいっちますかもしれない。おーいいねいいね。もうもういいよ、もういいよ。俺ね飲んでるもうやったからね。でコーヒーのねやっぱ深みが感じられるね、うん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 、これさコーヒー苦手な人も結構ねどれも甘めだから、うん、飲みやすいと思う、うんうんうん、でこれが、ローカルミルクインドネシアシリーズっていうシリーズの、うん、くっそうまい飲み物だから今のうちに、もう今のうちに飲んでください。今すぐ飲みてください。で一緒に、はい乾杯。はい乾杯。乾杯。うめえ。じゃあこれからバビグリーン食べに行きましょう。レッツゴー。オーケーガイジリキテルサンペディレストランバビグリーンダンシーにカタニャディールコメンダセオレマスハンソー、こちらですね、グリーンサムさん。はい、でこちらバビグリーンをね食べていきたいと思いますね。レッツゴー、レッツゴー。ワドゥスワサニャカヤボタニカルガーデン、ワドゥ、すごいね。なんかね、マジで植物園だ。はい、じゃあね、今からバビグリーンの製造工程見せます、はい、こちらです。うおー、ケバブやん。うおうおうまそう。うまそう。香りすげえ。かや、かや、ケバブ、いや、うまっ。うわー、マジでうまそう。うまそう。うわ、えぐいな、これは、絶対にうまい。わっと、われなにゃリアルわれなだけがこれにバンガッ。パスティーエンナーク。はいはい、じゃあね、バビグリーン待ってる間、20分ぐらいね、はい、作るのかかるんで、バビグリーン待ってる間にどうぞ、はい、マンゴージュース、いいんですか、いいんですか、はい、じゃあ飲んじゃいましょう。曲がるタイプです。曲がるタイプ。そのレビューいらんから。これ曲がるタイプだよ、みんな。ちょっとプラスチック、硬めのプラスチック。確かに。あ、そうなんだ。これならなんか吸いやすそうだね。そのコメント後で残してほしいから。空気おいしい。いや、もういい。あー、空気うめえ。ちなみに彼らはまだね、インドネシアの氷ちょっと怖がってるので。怖い怖い。いただきます。マンゴー、うん、うまっ。うまっ。うまっ。マジうまい。うまい。でも甘すぎない感じね。あ、うまいうまいうまい。
うまいね、これ。うまで、これだから多分、インドネシア人だったら甘、足りないから、うん、これでグラをね、入れるんですけど、なるほど、俺はいらないから。俺もいいかな。ちょうどいいね。じゃあ、この後アボカドジュースも頼んだんで、はい、本場のね、アボカドジュース、はい、飲んでもらいたいと思います。はい、じゃあですね、まだ待ってるんで、この間にジュースアルプカ到着いたしました。日本のインドネシア料理屋さんで飲んだよね。まだ、うん、それとね、どう味が違うのか、いただきます。うんめー、めっちゃうんめー。おー、うまい。なあ、どうですか、日本のあれとの違いは。日本はもっと味濃いめ。ああ、そうなんだ。これさっぱりしてる。そうなんだ。ワドガイスバビニャウダクルアルタリイトダンポトン。うわあ、クラス、クリスピーなあ。うわ、ぶかよ、ぶかぶかぶか。うわうわ、ini isinya apa ya? Itu dagingnya kak. Dan yang ini. Daun singkong. Oh, daun singkong. Ya. Okay, it's yeah.絶対うまいわ。ガサバルマカー、レッツゴー。よー、マガラニウダダッタン。うまそう。ナシーナシー、わ、ドゥー、うまそう。うまそう。イニサテバビ、いや、イニサテバビ、サテバビ、サテバビ、サテアヤム、アヤムだね、入ってますね。うわー、クリアタニアエナクバンガ、マスティエナクバンガ。イニini apa ya? Itu lawar, itu sayur, sayur. Ah, sayur kah? Sayur khas Bali dia. Oh, okay, 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 okay. Ini sup apa? Sup kuah kikilnya kah? Ah, kikil kah? De, ini sambal mata? Ya, bukan, itu sambal goreng, sambal. Sambal bawang. Goreng. Ah, sambal bawang goreng. Okay. Tapi dah kita coba. ということですね。来た。俺もね、実はこういう本格的な店でバーベキューに来るの初めてなんです。おマジで楽しみ。いいね。じゃあちょっと一つ一つ紹介していくと、まずこれがバーベキューリンですね、はい、中にダウンシンコンって言って、はい、あそこで食ったチャベメグロでさ、食ったあの草みたいなやつ覚えてない？あれだからちょっとまあ日本人苦手かもしれないけど、ね、香り付きとか臭み取りとして使われてますね。こちらにですね、小皿にも入ってるのがサテバビ、うん、でこっちがサテアヤムね。で、これがラワールって言って、うん、バリの特有の、野菜、だから結構バリのレストランとか行ったらサイドでこれ絶対ついてる。では早速食べていきたいと思います。あ、待って、じゃあまずサテバビからいこう。オッケー、サテバビいただきます。これね、いただきます。うん、うん、うまっ。うん、うまっ、うまっ。あ、ちょっとピリ辛だね。うんうん、でも甘い辛い。うん、そう、甘辛い。うまっ、えぐい。これこれはちょっと、これご飯とね、絶対合う。そして虫がすごい。自然の中で食ってるから。うん、マジでジャングルすぎる。見る、わかる。ここにもあるし、はい、ここに草あるんで。じゃあ次、さて、アヤム。はい、アヤム。いただきます。いただきます。え、あ、甘い。うん、なんか匂いが、うん、ハーブの匂いが、確かにすごいな、これハーブの匂いが。香辛料すごい。うまい。うん、いっちゃいますか、バビグリーン。見て、みんなこれカリッカリないよね。じゃあ音、あんま音なんだ、あんま音なんだ。まあ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 。いただきます。いただきます。とろっとろ、そういう感じなんだ。うまっ、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 すごい、これやばい。うまっ、レベチ。うん、サクサク感はあの焼き方じゃないと出せん。そうだね、マジ。なんならポテチとかよりカリカリ。うん、うん、で、中の肉がマジでジューシー、うん、ね、とろけちゃったの。ね、
ジュワーって足だけ。日本のラーメン屋のチャーシューってくれるジューシー。これこの油はね、合うでご飯とね、うん、うわ、衝撃なんだ。ちょっと待って、みんなにもこのカリカリの音を聞かせたいね。これ噛んだ時の方がいいかもしれない。うん、うん、いやー、はい、これです。幸せだわこれ。ちょっと俺サンバル行きたいんだけど。お、うん、いいね。確かにね。いただきます。はい、行っちゃって。これも玉ねぎとって、これで。あ、マジで。マジ、え、辛すぎない？俺は全然辛くない。マジで、うん、あ、後から来る。ちょっと少なめにしてね。ちょっと減らそうから、こぐらいで。いただきます。うん、まっ、うん、これ美味しい。うん、玉ねぎいいな。玉ねぎの風味。あ、あ、辛い。確かに辛いわ。あ、あとか、わぁ、うん、おぉ、うん、いや、いや、待て待て待て、本場だ。めっちゃ辛いやん。これこれちょうどいいわ。バカか、お前。マジで、まあ、量か、うん、この辛さ。ちょっと待って、これめっちゃ辛い。マジで辛い。じゃ、ちょっとスープいこう。そうだね。いただきます。いただきます。いただきます。うんまっ。えぐ。待って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 、うーわすぎる。やばいね。どうしよう、全部が美味しすぎるわ。今までのインドネシア料理のレストランで一番うまいかもしれない、うん、すげえ、やべえ。これね、ご飯との相性やばいで。うん、うん、これはやばい。あー、この野菜ね、バビと、バリといえばのこの野菜ですね、うん、いただきます。いただきます。うん、うん、普通にうまいわ。うまい、うまめっちゃうまくない、これ。うん、めっちゃうまい。ちょうどいい味だよね。うまちょっと味濃いめだから、うんうんうん、またこれご飯合うわ。ご飯がね、うん、あ、結構辛くね。あ、唐辛子入ってる。青唐辛子、うん、あ、言われたわ。唐辛子入ってるわ。うわ、うま、あ、あ、あ、カラ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 、プダス、プダス。で、マイナクマンガ、うわ、デュープラスマンガ。うん、俺このサラダ日本に欲しいわ。おー、うん、ソーセージもある。ソーセージ、いや、いただきます。全部いっちゃう。うわ、これも来た。あ、なんだこれ。うん、どこの部分だ。なんか皮がベーフジャンキーみたいな。うん、うん、で、内側が多分脂身かな。うん、はい、うまい。美味しい。で、今多分旅の中盤ぐらいの動画ですけど、うん、ここまでどうでしたか。もうね、全部美味しいわ。まだね、なんか悪いところが一つもないんで。おー、すごいじゃないですか。とっかね、めちゃくちゃ優しい、うん、あー、うん、いいね。すごいね、みんな優しいよね。全然さ、インドネシア語喋れないけどさ、うん、えーとか言ったら、あー、そう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 、乗ってくれるからね。なんかその、話せないなりに頑張ってさ、うんうん、向こうもコミュニケーション取ってくれる。そうだね、そうだね。ちなみにここまで5本かな、6本が動画投稿してるけど、うん、まあ一番好きだったやつとか、なんかあったらコメント欄書いてってください。お願いします。お願いします。さあ、柏がなんかオリジナルメニュー作り出してるよ。もうね、この美味しかったものたちを全部入れてます。このスープに。なるほど、ね、今ご飯も入って、いやで、ちょっと1分湿らせます。あ、なるほどね、なるほどね。1分後、1分経ちました。はい、頑張っていっちゃいます。うわ、うん、
え、マジ俺もちょうだい。うまくね。えぐい。オールスター。オールスター。ね、オールスターだよね。いいか。はい。どうよ。以上、オリンピック優勝でーす。金メダル。マジうまい。うめえ。いやー。OK, guys. じゃあ、jadi hari ini kita udah selesai makan babi guling. 美味しかったですか？満タン。俺的には今まで食べたインドネシア、インドネシア料理の中でかなり3位に入り込みましたね。うんうんうん。3位入賞しました。2位かもしれない。1位のラウォンと並ぶぐらいでした。Okay guys, terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, beri dan subscribe ke channel ini dan silakan follow Instagram mereka karena mereka juga bikin IG Reels とかね作って面白い動画とかもあるんでぜひ見てみてください。Okay, bye bye. Bye bye. See you in the next video, guys.